日本大阪府大阪市浅区、幾重の幾重のは、大阪府大阪市旭区にある町名。現行行政地名は、幾重の1丁目から幾重の3丁目。旭区の北西部に位置し、東に中宮の、西に赤川、南に高殿と接している。幾重の3丁目の一部である、幾重の童和地区はかつては、荒尾という名であった。荒尾の中にかつて、江田村があった。 その成立については、地区内にある浄土新州、浄泉寺が1397年に回帰されているため集落の形成がそれ以前だったことがわかる。1701年以前の書である摂津河地国絵図に荒尾の河田と記されており、17世紀の終わりには被差別地区として成立していたことがわかる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。育方野の地主は、寺西縁次郎、寺西幸男、寺西米三郎、寺西小十郎などがいた。学区私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、 旭区の小学校、中学校から選択することも可能。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、ありがとうございます。